ジャームス、ジャームス狂気の秘密は2007年のアメリカ映画である。本作はアメリカ合衆国のパンクバンドジャームスの結成から創設メンバーであるダービークラッシュの島でを題材としている。また、ダービー役のシェーンウェストは2005年の再結成メンバーの一人である。1975年、高校生のポールビームことダービークラッシュとジョージ、ルーセンバーグことパット・スミアは 意気統合し、その翌年にはダービーを、ボーカル、パッドをギターに据えた4人組バンド、ジャームスが結成される。ほどなくして、ドラマーのドッティ・デンジャーが脱退するものの、バンドは1977年にデビューを果たす。だが、彼らは、本番前に、あまり練習をしなかったため、演奏は、悲惨なものだった。それでもバンドは地元を中心にライブを継続し、熱狂的なファンを得、 1979年には、名優である、ジョーン・ジェットのプロデュースの元アルバムを発表するに至った。一方で、過激なパフォーマンスやファンの暴走により、バンドを出入り禁止にするライブハウスが相次いだことから、ダービーは酒と薬物に溺れるようになり、1980年に死亡する。ありがとうございます。